はい、知床です。ブリッジコンストラクターポータルをねやっていきたいと思います。いやー、もうなんか最近むっちゃ時間かかるんだよな。なかなかねまともにクリアできなくなっちゃいましたね。まず走らせてみよう。こっち行って詰まる感じになっちゃうのかな、今現状だと。なるほど。だから上行かせ、違うな。いや、このジャンプ使わない感じにするのかな。ジャンプしてここで受け止めて飛ばしていく感じ。ああ、それそういう感じか。いや、無理かな。で、こっちで受け止める作戦か。こういう感じね。今回は簡単にいきそうだね、これ。なんか、昨日でね、前回やったやつよりね、めっちゃうまくいきそう。なんかもう、わかんなすぎてやばかったもんな。OK。まっすぐでいいかな。やるの待った。ここだね。下でいいかな、そしたら。こうやる？いや、いいか。こっちの方がいいっすね。これなんだろうね。どう使えばいいんだあれ。これ普通に、うわー、歪む、飛ぶ、受け止める。まあまあ、とりあえずね、ちゃんと弾んでいくかどうかチェックしてから行こう。 OK、 突破。めっちゃ早い今回。待て。でね、ここだね。おっと。ここですね。いや、これを支えとかないとダメだな。おっと。まあ、どっつけてもいいか。紐？いや、効果ねえんだよな、こんなのしても。ここに紐出しても全然効果ねえんだよな。あ、こっちは意味ある。ここはもう角度がきつすぎて効果なくなっちゃってますね。見てみるか。負荷がきつすぎてな、やばいんだよな、ジャンプして多分折れる。折れる。うわ、めっちゃギリギリ。あー、なるほど、タイミングが合わないと。ジャンプ浅くするか。でもっと早く行かそう。降りる。あー、オッケー。タイミングがずれたおかげでいけそうですね。めっちゃ際どいけど、真っ赤っかで真っ赤っか。
あ、でも行けそう行けそう。やべ、今回超早く行けそう。やかったー。 OK、 行けたね。もう人はポロポロ落ちて犠牲になってたけど、おー、今回安かった。はい、とですね、今回短いですけど、これで終わろうと思います。ありがとうございました。